こんにちは、整体に行くんでご主催レイドです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みの方に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日も改善のヒントをお届けしたい、ポイントをお届けしたいんですけども、それは何かと言いますと、押したり揉んだり叩いたりしないということなんですね。押す、あとは揉む、どうしても例えばですね、腰が痛かったり腰をあーっと叩いたりとか、肩が痛かった肩をこう押してみたりとか揉んでみたりとか、背中が辛かったらちょっと叩いたりとか、こういうふうに癖でですね、ついやってしまう方もいらっしゃると思うんですけども、これはしないということなんですね。なぜこれをしない方がいいかと言いますと、例えば押す、これをしますどうなるかというと、体が歪みます、揉んでも叩いても体が歪んだりとかですね、体が歪むと同時にそこの筋肉ですね、筋肉に緊張が入って筋肉が硬くなります。そういう、効果があります。歪むのと、筋肉が硬くなると、硬くなります。でなぜ押したり揉んだり叩いたりすると歪んだり筋肉が硬くなるのかといいますと、例えばですね、例えばお肉を買ってきたり魚を買ってきたりして、それを押したり揉んだりしてたらどうなるでしょうかということなんですね。でそれは筋肉がだんだんボロボロ、ぐちゃぐちゃになってボロボロになりますよね。というふうに筋肉繊維というのは押したり揉んだり叩いたりするとボロボロになっていきます。で私たちも例えばこういうところを押したりとか揉んだりするとですね、表面上は全く変化がないように見えますけども、中では同じように筋肉の繊維がボロボロになっていっています。でボロボロになったら体としてはそれは嫌ですから、体がボロボロにならないようにここの筋肉を硬くすることですね、硬くすることでボロボロにならないような、バラボロにならないように防ごうとします。ですから筋肉が硬くなってしまいます。で筋肉が硬くなるということは筋肉が収縮しているわけなので、骨が引っ張られて、その収縮によって引っ張られて、それで体が歪むということが起こってきます。例えばかかととか、あと手でも、手でもですね、使っているところは豆ができますし、肘とかこういうよく当たる部分というのは黒ずんだり、硬い感じになると思うんですね。それと一緒で、押したり揉んだり叩いたりすると、その刺激に耐えようと体がして、そこの部分を硬くして、それに耐えられるようにしていくわけです。で特にやっぱ痛いところとか、しびれがあったり、気になるところ、変な違和感があるところ、鈍痛があるところ、そういうところというのはどうしても気になるので、ついですね、押したり揉んだり叩いたりしてしまいます。これはもう本能なので、これはもうどうしようもないんですね。そういうふうにしてしまうんです。私もそういうふうに気になっているから、そういうふうにもうしちゃいそうになります。ですけども、そういうことはすると、歪んだり筋肉が硬くなって、その時は楽な感じはするんですけども、筋肉が硬くなって歪んでしまってますから、また痛みがぶり返したり、また鈍痛が襲ってきたり、またしびれが起こるというふうに、良くなっているのか良くなっているのか分からない、もう慢性化していくわけです。私たちは痛みを改善する、これはもちろん大事なんですけども、そこから痛みがぶり返さない、痛みが再発しない、また痛くならない、そういう体質へと変化していきたいので、そういう体を手に入れたいわけです。そのためにはですね、押したり問題を叩いたりするのではなく、その代わりにですね、触れる、手当てですね、手を当てるだけです。触れる、それからあとはさするですね、優しくよしよしとさする、これよりも本当に体がですね、相当痛みのある人なんかはもう触れるだけ、これすらも良くないので、本当にもう触らないっていうのがいいぐらいです。触らないでちょうどいいぐらいです。押して続けてたこの細胞というのはもう潰れちゃってますので、筋肉の細胞は潰れちゃってますから、それ以上も触れただけでそれで潰れて痛みが出る可能性もあるので、そういう場合はですね、もう触らないと、触らなくてもここに血液が流れている限りですね、それらは再生していきます。で触れれそうだったら、触れたければですね、これを触れてですね、どうしてもやっぱ押してたり揉んだりしてたりすると、
もう触れないとかいうことはもうちょっとストレスになりますね。それがかえって良くなるので、優しくこう触れてあげたい。これだけでも結構気持ちいいですし、さらにこう赤ちゃんとか犬とか猫をさするようにですね、優しくよしよししてあげてください。そうしますと、それだけで筋肉というのは緩んできますし、緩んできたら血液の流れが良くなって痛みとか改善してきますし、あと歪みなんかも緩んできたら筋肉で引っ張られないんで歪みを解消するという方法になっていきますので、ぜひですね、この押す、ももを叩くの代わりに触らないと、それが触れるか刺するというふうに切り替えていってみてください。これだけでですね、痛みが改善する人もいるくらいですから、ぜひやってみてください。で、特にあとその痛み、その場の痛みを取ることと、本当に痛みが改善して痛みが出なくなる体質になるということはですね、もう全く別々、全く違うものと思っていた方がいいです。痛みが取れる延長線上で痛みが出ない体になっていくのではないです。もう目的が全く違いますから、方法も全然違う方法を取る必要があるということですね。ということで、今日は改善のヒントということで、押したり揉んだり、その代わりに、触らない、触れる、さする、この3つをお伝えしました。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。